群馬でうまい淡麗系ラーメン3選。こちらのお店、高崎市中泉町にある鳴上食堂です。こちらの店主さんは柴崎亭出身で、主と広島産牡蠣を使ったスープに、国産小麦ハリオコインに全粒粉をブレンドした麺を使い、鴨のローストと鶏チャーシュー、レンコンがトッピングされたハイレベルなラーメンです。これほどいろいろな具材を合わせると味をまとめるのが難しいのですが、完璧なほどの完成度、店さんのこだわりを感じる一杯です。ラーメンのビジュアルも美しいんですが、味もピカイチ。ぜひ一度は行ってみてください。こちらは高崎市柳田町にある自家製麺黒松さんです。今や群馬県を代表する淡麗系ラーメンで、注文したのは特級中華そば白醤油、他にも醤油バージョンとかけそば中華そば、特級白醤油つけ麺などの麺があります。低温調理されたスープと国産小麦を使った麺、レアチャーシュー、ワンタン、味玉、鶏チャーシュー、メンマ、三つ葉などトッピングも多彩です。特に自家製ワンタンが絶品です。一度は行っておきたいお店です。最後は群馬県桐生市にあるラーメン芝浜です。こちらのお店、ラーメン懐石小麦三昧が有名で、混ぜそばつけ麺ラーメンのコース料理で構成されるラーメンはどれも絶品です。最初に出てくるのが、岡直三郎商店の木揚げ醤油を使い、国産小麦の低加水麺を使用した混ぜそばです。麺の歯ごたえがパツパツと弾けるような楽しい食感の混ぜそばです。次に出てくるのがつけ麺です。北海道産北ほなめに使った麺に辛味大根の漬けだれをつけていただくつけ麺です。最後は醤油ラーメンです。6種類の国産小麦を使い、鴨で出汁を取り、ほのかに生姜が香るラーメンです。チャーシューも2種類乗っており、レアチャーシューとトロトロのバラチャーシューです。どのお店ももう一度行きたくなる味わいで、群馬県のラーメンのレベルの高さを感じます。